はよう。ありがとう。眠たい。おはよう。しんごさんかわいい。ありがとう。しんごさん結婚してありがとう。あ、ウインクできんかった。いきます。 おはよう。ゆずきちさん結婚してありがとう。ウインクできない今日。おはよう。休めた。ありがとう。朝日浴びよう。おはよう。ティオさんかわいい。ありがとう。ナオズさんハート。ありがとう。確かに朝日外見たらだいぶ目が覚めた。 目がなんか開いてきた。おはよう。おはよう。今日は二度寝できんな。ねむねむ。今日は頑張れコースです。一日 頑張ってくる。頑張れコースだから。熱っ。ちょっとあれつける。扇風機。ちょっと待ってて。おはよう。ねえ、クラコンね。ねえ。ゆずきちさん音符、ありがとう。あ、ありがとう、ステーラ見てくれて。すごかったでしょ。ステイラブありがとう。
ねえ、もうすごいすごい時間でした。初めての外ロケと初めてのリポーターがすごい思い出のあれになりました。 でめっちゃ楽しかった。あれ、おはよう、かぎさんちならさん、ファイト、ありがとう。おはよありがとう。ファンデベージュ、ありがとう。ありがとうね。朝配信来てくれて。確かに誰が何を話してるか分かんなかった。確かに。激しかったよね。激しかった。面白かった。え、そう、もう言ってもいいかな、もうでも結構見たかな、みんな。なんとね、優勝したんです。 リポーター王に輝いちゃったっていう、私がびっくりだった。まさかの。そう、でもそのシトラスパークの畑さんって方がいて、畑さんって方になんか審査してもらったんですけど、めっちゃ優しくって、みんなになんかリポーターをだけを決めるみたいな決定戦だったんですけど、みんなに賞をくださって みんなに賞くださって、プレゼントもまでもらっちゃうっていう、めっちゃ優しい。しかったです。おはよう。ね、プレゼントも本当に完全に畑さんの気持ちのプレゼントで、畑さんからのお気持ちのプレゼントだったらしくて、番組のスタッフさん側も知らなかったって 言ってて。そう、おはよう。ありがとう。水分塩分しっかりとる。え、ストラスパークね、めっちゃ素敵なところだよ。そう、グランピングとかもあるけん、夏行ってみてほしい。夏 夏良さそう、行くの。おはよう。そう、ノンアルのやつ飲んだ。帰ってきて、持って帰ってすぐお姉ちゃんと飲んだ。レイヤくん、音符ありがとう。美味しかった。え、7月から初めて桃取ろうと思ってる。ほんまに嬉しい、めっちゃ。ぜひ、ありがとう、嬉しい。撮って。ありがとね。嬉しいよ。あずみんの日常。おはよう。そう、めっちゃ景色綺麗だった。未成年じゃないよ。20歳。おはよう。美味しかったです。リンゴっぽい感じの味で。そう、あずみんの日常。ありがとう。夜だけで夕方める。私の中で夕方なんです。ごめんね。
夕方なんよ。夕方だと思って送ってる。送ってるんです。ねえ、7月早いよね。1年あっという間。もう7月、あっという間に8月もやってきそう。おはよう。あ、エキリカ先生、お、アーカイブ見てくれてありがとう。2003年なんよ。2003年なんで生年月日はね、早生まれだけん2003年です。誕生日は1月20日。うん、合ってる。おはよう。間違い探し間違い、そんなに間違えてるか。おはよう。ありがとう、リポートおめでとう。ありがとう嬉しい、ありがとう。頑張った。納豆ね、納豆納豆また食べてるよ。買って、最近買えてなかったから、この前買い物行った時に買った。おはよう。シトラスパークのロケは最年長じゃない、リコチさんが最年長、うん、だったかな。おはよう。ありがとう。お仕事行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ありがとうね。おはよう。ありがとう。5時気をつけてるでもね、急いで送ったらね、大抵ちょっと5時ってる時ある。恥ずかしい。やばいやばいやばいって言ったなんかの隙間時間とか急いで送った時大体5時ってる。そう、今日ねちょっと配信を今日は7時半ぐらいにで終わろうと思うんだけど、今日はね、あのね、なんかパン屋さんがあって、あのパン屋さんのパン食べたいねって昨日姉ちゃんと話になって、そうだから私が朝配信で早起きをするので、お姉ちゃんと食べる朝のパンを買いに行くっていう、今日はねお使いの義務があるんです。朝ちょっと行ってくる。そう、パン屋さんいいよね。朝パン屋さん行くの。いや、並びませんかな。7時から開いて、おはよう。お仕事行ってらっしゃい。そう、焼きたてのパンを朝送るもの上に、いや食パンじゃなくて、あの出来合いのもの買おうかなって思う。食パンもね、食パンも買うのもありだなってちょっと思う。どうしよう、悩んでる。おはよう。何のパンにしようかな。
マッツさん、猫ちゃんありがとう。目の方かたい。厳重にパン屋さんの目の前食べたものすごい。そうだよね。朝のパン屋さんの匂いめっちゃいいよね。わかる、その気持ち。わかる。あ、フランスパン美味しいよね。明太フランスとかめっちゃ好き。明太フランス。確かにね、匂いだけでもね、いいよな。パン美味しいね。パン屋さんの匂い私も好き。おはよう。サンキちゃん加入してもナオピがメンバー最年少。そうそうそうなんですよ。同い年の子一人ミューポンがいるけど、誕生日的にはナオピが最年少。うん、ねえ、お疲れなんて偉いねってなるんか。ならんよ。ならないですよ。ねえ、ゆらくん受験さんおはよう、ありがとう。おはよん。確かに朝フレンチトーストいい。でも私塩パン好きなんよね。塩パンあるかな。塩パン好き。ね、あずみんチョイスで選んでくる。ね、そうなんよ。私も言ったけど、あずみんチョイス大丈夫って言ったら、いいよって言うから、もうアズミンチョイスで選んできますパン。で割とね、好み似てるので、食の好みパンとかは大丈夫かなと。謎卵かけね、いやご飯がねないんよね。そうなんよ、納豆と卵はあって、もう食べる状態にはあるんだけど、ご飯をね、そう炊いてないんですよね、ここ最近ずっと。だからご飯が落ちなくって、白米が炊けばいいんだけどね、炊けばいい話なんだけど。おはよう。いっぱい炊いて冷蔵庫入れとこうかな。ね、塩パン美味しいよね。絶対あるかな。美味しいよね、あれ。塩パン美味しい。あやぱんさんも好き。塩パン好き。シャバ好きでも塩タンしないで。しないよ。砂糖ですよ、あずみんは。砂糖。おはよう。ケンボンさん、ハート、ありがとう。あー、納豆トースト。確かに。美味しそう。やったことないな、トーストに納豆は。やったことないわ。おはよう。しみこうさん、ハートありがとう。いいな、朝からコーヒー。
コーヒー飲めるようになってみたいな。おはよう。ねえ、冷凍庫、冷蔵庫か、ストック、え、冷凍庫の方が持つんだっけ、ご飯って。冷蔵庫、冷蔵庫より冷凍庫に入れとった方がいいんだっけ、お米って。コーヒーね、飲めないよ。うん、コーヒー飲めないの、ちょっと苦味がまだ美味しいって思えれない。そう、ミルクとか入れたら飲めるけど、まんまコーヒーは飲めないんです。え、あんバタートースト美味しそう。美味しいよね、あんバタートースト。おはよう。冷凍か、あ、冷凍だった、そっか。確かに一回炊いて一回、ちょっと今日は厳しい、明日炊ける、あ、明日は無理か。うん、夜お姉ちゃんに出てもらおうかな。一回炊いて冷凍しようかな。そうなんや、なんかパッて、あ、ご飯食べたいって思った時になかったら、あ、炊かんといけんのか、食べるのやめようってなるんですよ食べることを放棄してしまうから。あったらね、便利、めっちゃだと思う。冷凍庫で入れとこうかな、小分けにして。おはよう。おはよう。あ、リポート見てくれてありがとうありがとう。あ、予約炊き、まあ絶対そうじゃん、確かにえ、確かにね、朝食べれるし、わ、それしよう。確かに予約炊きがあるんか、予約炊きあるんじゃ、確かに。めっちゃバカじゃん私確かに予約炊きがあるわ。わ、それやろっかな、確かに。パックのご飯ね、パックのご飯。おはよう。ありがとう。確かに。予約炊きの考えまでいかんかったわ確かにそれしたらいいね、朝食べれる。朝ね、白ご飯食べたくなるもん、朝起きた時。お昼も食べれるし、それだと。あ、コーヒーは高級なのを飲むと全然印象変わるよ。そうなんだ。苦味みたいなのが、飲んでみたい。コーヒーね、飲めるようになりたい。うん。
る。炊飯器の位置はね変わらずです。まだ高い炊飯器高いんです。うん、賢さレベルが上がりました。おはよう、ありがとう。ね、アイスカフェ、カフェオレなら飲めるな。なんか何回かね、実家にいる時に お母さんがとか飲むじゃん。お母さんとお父さんがさコーヒー飲むから、それをちょっと飲ませてって言って飲んだりしたんだけど、なんか飲み干すことはできるあの苦味に、あの 苦くて「ああ無理、飲めない飲めない」とはならない。飲み、それをそのものをコップ一杯飲み干すことはできるけど、好んで飲みたいって思えない。まだ苦味がそうって感じでした。おはよう。お姉ちゃんとかはコーヒー飲めなかったらしいんだけど、なんか家庭教師のお仕事してて、お姉ちゃん頭がいいんですよ。お姉ちゃん結構家庭教師のお仕事してた時に、その家庭教師で行ったその女の子のお家のお母さんにがコーヒーを出してくれるんだって。そうそう、行った時にで出してもらったから飲まなきゃと思って飲むようになったら飲めるようになったって言ってて。おはみん、そうコーヒー牛乳なら飲める。おはよう。コーヒー、どんなんだろう、コーヒー好きなメンバー、わかんないけど、いそう結構。どんなんだろう、先輩みんなコーヒー飲めるの。先輩でもなんかコーヒーめっちゃ飲めそうなイメージあるけど飲んでるところはそんなに見たことないかもしれない。ブラックね、ブラック苦そう。そうそうそう、家庭教師。ヒゲじいしんちゃん先生さん、白いバラありがとう。あ、今飲んでる？絶賛？ブラック飲みながらすごい。ブラックが一番濃いやつかな。ブラックって一番濃いやつかな。コカーさん飲めるんだ、すごい。確かに味は、わかる、飲めるけど味わうことできない。わかるそれ、めっちゃ。そうなんよ、私も飲もうと思ったら飲める、飲み干せれるのは飲み干せれるんだけど、美味しいなって、そう味わえれないっていう、美味しいなと思えないっていうね。まだ、おはよう。
や、大人の味、本当に。あ、エスプレッソだ。白バラコーヒーあったね。え、あれ美味しくない？白バラコーヒー。牛乳、コーヒー牛乳みたいなやつだよね。ねえ、飲めるようにはなってみたいなってすごい思う。大人って感じ、飲めるようになったらかっこいいって勝手に思ってる。おはよう。小学生から飲んでたのコーヒーすごい。コーヒーゼリー、コーヒーゼリーとかはね、食べれる。あとに家庭教師してます話の筋が一人違う人がいるよおはよう。ココアは飲める。うん、ココア好き。あ、お仕事行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。キャラメル、そうなんだ。キャラメルマキアート、マキアート、初めて。私もさ、この前さ、キャラメルマキアートってどんな味なんだろうと思ってスタバの頼んでみたの。意外と苦くてびっくりした。マキアートまだね、あんまり種類分かってないんだよね。あのモカとかさ、マキアートとかさ、エスプレッソなんかいっぱいあるじゃん。あれが種類があんまり分かんない。何がどうでマキアートなのかあんまり分かんなくて、キャラメルってついてたから美味しいのかな、甘いのかなと思ってキャラメルマキアートなんだけど、自分が想像してた以上に苦めでびっくりした。キャラメルマキアート、オノピーさん白いハッパラありがとう。ねえ、白バラコーヒーね、美味しい。白バラコーヒーの一時期めっちゃハマってた。なんかね、ミックスジュースみたいなやつ。白バラコーヒーの、わかんない、多分そんな感じのやつがめっちゃ美味しくってハマってた。最近飲んでないね。中国地方にしかないんだね、あれね、知らなかった。グラファンさんハートありがとう。たくさんいってらっしゃい。おはよん。お子ちゃまだなお子ちゃまなんですよ。下がピーマンとかはいけるよ。うん、ゴーヤは別にあんまり食べない。ゴーヤの苦味はそんなに好きじゃないけど、ピーマンは好き。うん、おはよう。そう、ブラック飲めない。ホワイトモカが好き。あのフラペチーノとかじゃなかったら。最近ホワイトモカ飲んでますね、あのスタバで。で最近あの抹茶のさやつがあの定番化された、期間限定みたいな感じだった。抹茶のなんだっけあれ、抹茶のやつ、あれが定番化されてめっちゃ嬉しい。あれ飲んでる、ずっと。抹茶なんたらかんたらみたいなやつ、抹茶なんとかかんとか、なんだっけ
おはよう。パクチー食べたことないよね。そう、抹茶ティーラテだ。抹茶ティーラテ。うん。抹茶ティーラテ。それだ。美味しい、あれ。よし、じゃあ、団地もっかな。パン。パン買いに行かなきゃ。パンのお使いが待ってる。じゃあ、団地を読みます。13位、リオさん。ありがとう。12位、クルーガーさん。ありがとう。11位、黄色魚さん。ありがとう。10位、とっちゃんぼやさん。ありがとう。9位、中田さん。ありがとう。8位、奈良西さん。ありがとう。7位、ぬっしーさん。ありがとう。6位、昼休みさん。ありがとう。5位、うっちーさん。ありがとう。4位、なおずさん。ありがとう。3位、かげ37さん。ありがとう。2位、ゆずきちさん。ありがとう。そして1位は、ドゥル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 。マッツさん。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ、ねえねえあずみんで終わろう。せーのって言ったら、ねえねえあずみんって言ってください。いきます。せーの。なーにー、いってらっしゃーい。頑張ろうね、今日も一日。いってらっしゃーい。またねん。バイバイ。パン、塩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 パン。塩パン食べたい。バイバイ。